ダルマシオ・ゴンザレスは、スペインのテノール歌手。本名は、ダルマウ・ゴンザレス・アルビオル。ガローチャノオロト出身。最初は、地元の学校で歌を学んでいたが、家族でバルセロナに移住し、市内の合唱団に所属した。リセウコート音楽院で、プラゴメス、ハウメ・フランシスコ・ピュイグとギルバート・プライスの各市に、声楽を指示。1972年に、 フランシスコ・ビニアス声楽コンクールに優勝してリセ、お大劇場に出演を果たした。1974年のザルツブルクのモーツァルテウム・オペラコンクールで優勝。1979年にメトロポリタン歌劇場に招かれた。ダルマシオ・ゴンザレス・デルモーシオ・ゴンザレス。2018年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年2月25日閲覧。 ゴンザレス、デルモーシオ。2018年2月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年2月25日閲覧。バイオグラフィー・オ of ルモーシオ・ゴンザレス、二千十八2018年2月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年2月25日閲覧。ダルマシオ・ゴンザレス・ディスコグス・ダルマシオ・ゴンザレス・オールミュージック。ありがとうございます。